よし。そしたら30分になったら始めます。はい。30分になったら始めます。もう今始まってるから。あ、これすごいな、ソフト。ございます。30分になったら始めます。あ、そっか、30分になってすぐ始めちゃうと多分最初わかんない人いると思うんで、少しだけ時間取ります。3分5分ぐらい取りますか。あ、12人になったら始めよう。そしたらどっちみちアーカイブ残るから。そうですね。はい。今6人になりました。30分になったので始めるか。ちょっと3分ぐらい待ちます。すいません。12時33分になったら始めます。よろしくお願いします。今8人、12時33分から始めます。21になった。ある程度の人数集まったら始めます。12時33分の予定です。少々お待ちください。大丈夫ですかね。あ、今31分なんで、あと2分したら始めます。33分開始予定です。12時33分になったら始めます。よし、もう33分になるかな。はい、では12時33分になったんでライブ配信を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。という形で、昨日横浜グリッツ対東北フリーブレイズの試合が行われました。で3対1という結果で東北フリーブレイズが勝ってるんですけど、その中の、まあ、ゲームの解析っていうのをやっていきたいと思います。で昨日っていうのは、横浜グリッツこう初勝利に向けて非常に近い状況ではあるのかなって個人的には思ってるたんですけど、まあ、前回の、札幌で行われた月サムで行われた試合なんですけど、王子相手に、第2戦ですね、日曜日の試合が4対3という形で、負けてはいたんですけど、王子の試合って最初苫小牧で行われた時は
12対0とか8対1っていう結果だったんですね。でそこから横浜グリッツが徐々にこう開幕からステップアップしてきて、調子を上げてきて外国人も合流して、試合も状況も良くなってきてるって中で非常に期待された中での、このホーム横浜でのフリーブレイズ戦っていう形だったんですけど、まあ、あの結果から見ると3対1っていう結果だったんですけど、内容は非常に悪い内容でした。でその中で何が悪かったのかっていう話なんですけど、でこれが最もあの悪かった点っていうのがパワープレーの精度が悪かったっていう形になります。でこれが、結果的にスコアシートを見ると、あの今スコアシートあれ出てこない出したいと思うんですけど、この1対3っていう形になってるんですけど、こう得点を見ていただければ分かると思うんですけど、このフリーブレイズの得点マイナス1、プラス1、EQ って書いてあるんですけど、この EQ ってやつがイーブンで5対5で入れてる得点にはなるんですけど、このフリーブレイズの3点目31分55秒に田中亮に決められてるシーンっていうのが、パワープレー明け横浜グリッツのパワープレー1人多い状況から10秒後に入れられてるんですね。これっていうのはもう10秒後っていうことはもうほとんどパワープレーと同じような状況で入れられているっていう形になってます。なので、まあ、結果的に見るとこうマイナス1プラス1プラス1 EQ とはなってるんですけど、この EQ ってところがほとんど、もうパワープレーの状況で入れられているっていう形でした。で、まあ、そんな中でもう一回、まあ、シュート数に関しては横浜グリッツが27本、東北フリーブレイズ32本ってほとんど変わらないんですね。で5対5の状況ではほとんど変わらない状態でした。なので今日横浜グリッツが課題としてはそのパワープレーの精度っていうのが非常に大事になってくると思います。という形で、まずあのクリップ見ていきたいと思うんですけど、最初これ横浜グリッツがいいエントリーして3対2になった場面だったんですけど、これパスレシーブミスしてしまってチャンスに結びつけられなかったっていう形になってます。でこのアイスホッケーやっていく中でパスレシーブっていうのはスケーティングよりも早いですし、あのパスの精度を高めるっていうので非常に大切な要素になってます。次コントロールブレイクアウトですね。ゴール裏でセットアップして攻めていく形になるんですけど、ここからコントロールブレイクアウトしていくんですけど、フリーブレイズトラップ高めに引いてます。で左右にパック振って、ポジションチェンジとかスイッチを使った状態になってミドルにつなげると、このように真ん中抜けてチャンスにつながってます。でこれがうまくエントリーできないとなかなかチャンスにならないような状況になります。まあ、今のような形で左右にパックを振って真ん中のスピードに乗った選手にパスをつなげれれば非常にチャンスになるっていう形になってます。次グリッツのパワープレーですね。課題となるパワープレーのクリップになります。でこれが最初の1ピリのパワープレーだったんですけど、平野佑四郎選手が外側の逆サイドのポジションにいるんですね。ここのポジションにいるんですけど、まあ、ここからシュートを打たせたいっていう形にはなるんですけど、フリーブレイズの守りは平野佑四郎選手がシューターなのが分かってて、そこで打たせたくないのでローのポジションっていうのが空きます。今の松淵選手のポジションになるんですけど、ちょっとすみませんね、ここの松淵選手のこのローのポジションが空く形になってます。でこれがここに、まあ、パスをつなげれたりすると、まあ、大きくチャンスになるのかなって思ってます。でこれセットアップした状況ももう一つあるんですけど、このシュートを打つ前のこの池田選手がキーマンという形でこのポジションに入るんですけど、ここからこのローの選手大きく空いてるんですよね。フリーブレイズのディフェンスが平野佑四郎選手がこの高めのディフェンスの位置のシュートの警戒をするんで結構高めまで詰めてきます。そうなると1人多い状況でローのこのフォワードの選手の位置っていうのが大きく空いてきます。でそういうオプションもあるんでグリッツは平野佑四郎選手と高めの、外国人の選手だけに頼るんじゃなくて
下のローのフォワードの選手とかを使うと相手がデータとか予期せぬ状況を作れて得点に結びつけることもできるのかなっていう形で思います。次グリッツ、これ パワープレイで失点してしまうシーンなんですけど、まあ、ストレッチパスロングパスから1人が孤立した状態でプレッシャーをかけられて相手にパックを取られます。これで味方がサポートに4人寄ってしまうんですけど、これ本来だと1人ディフェンスのポジションに残らないと相手のカウンターアタック、1人少ない状況ではあるんですけど、抜けられてしまってディフェンスサイドを失うとこのように失点に結びついてます。でこれはもう開幕の状況多くなってるんで、ここに関しては気をつけなきゃいけないことになってます。で幸い1ピリのそのパワープレーで失点した後のシフトで本来は出場機会がないサードラインの選手がもうパワープレーの時間が少ないのでシフトされていました。でその中でプレッシャーハードにかけてディフェンスの選手がシンプルに打ったシュートがゴール前2人もう、ゴール前が数的有利の状況になっていて、でそのままシュートを打ってリバウンドっていう形でゴール決まってます。まあ、非常にシンプルな形なんですけど、こういった形で、まあ、ゴールに集めてフリーブレーズのディフェンス高い位置までプレッシャーかけに来るので、そういった形で今みたいにシュートを打つとローのところが2対1で開くっていう形になってます。でグリッツこれニュートラルゾーンのエントリー失敗例なんですけど、スピードつけて乗っていきたいんですけど、このディフェンスの選手がパックを持ち上がって、レッドラインぐらいまで上がってくるんですけど、これ横につなぎたいんですけどパスミスでパック失ってすぐ出されちゃいます。でこれが攻撃全然連動しないというか、薄くなってすぐ攻守の切り替えになるんですけど、でこうダンプインって中に放り込んでチェック行った時にグリッツはアグレッシブにフォアチェック 2-1-2 っていう形でかけてます。でかけてるんですけど、これを突破されてしまうと簡単にオフェンスゾーンから出てスピードに乗った状態で中までエントリーされるっていう形になってます。次グリッツニュートラルゾーンのリグループからフォアチェックのクリップになってます。ニュートラルゾーン、フレイブレーズはアグレッシブにフォアチェックかけてこないのでパック持てる状況になります。で中にダンプインしてフォアチェックかけて 2-1-2 で行くんですけど、これもアグレッシブに 2-1-2 かけてるんですけど失敗に終わります。でこれの判断をしっかりしないと簡単に外に出されてスピードに乗ってオフェンスゾーンにエントリーされてしまうっていう形になってます。でここからポジションスイッチとかパックを動かされてシュートを打ったりとかされまして、行くんですけど、なかなか自存のブルーラインからパックを出せないんですね。でこうなると守りの時間が増えてしまってどんどんスタミナ消耗してしまいます。でその中で、まあ、どういう判断を下すのかってその選手がそれぞれ、まあ、やっていかなきゃいけないんですけど、こうやってパック持ってパス出した時にもう疲れてるんですね。でオープンパス出した時に相手のディフェンスにバレてて一気にターンオーバーになるっていう形になってます。まあ、交代のタイミングもあったんで、まあ、その選手のやりたいことが統一されてなかったっていうのもあるとは思います。まあ、不用意にオープンパス出してしまってチェンジのタイミングでパスカットされるとああいったピンチになります。で次コントロールブレイクアウトですね。でいい形でコントロールブレイクアウトスピードに乗った選手に行くんですけど、ここでやっぱりレシーブミスしてしまって、もすぐ戻されて攻守切り替えになります。でこれパワープレーなんで本来は簡単にエントリーできるようにしなきゃいけないんですけど、それができない状態になってます。でフリーブレイズはその中で、1人少ない状況ではあるんですけど、奥のゾーンですね、グリッツの深いゾーンまでプレッシャーをフォワードの選手がかけるようにしてパックをコントロールしにくいような状況を作ってます。でこれはグリッツがディレイといって後ろのスピードに乗った選手にパックを落としてエントリーする攻撃するっていうことをパワープレイでやってたんですけど、今までずっとやってたんですけど、そのデータっていうのはもう何試合もやってれば蓄積されてくるんで、同じことばっかりやってると相手にバレるんでうまくいかないっていう状況が続いてます。でそれはずっとこの試合続いてたんですけど、こうやってパワープレイなのに後ろで、みんなセットアップしたいんですね。でずっとセットアップしたくて自分たちがやりたい動きが整うまで出てこれないんですけど、それを整わない状態でみんながバラバラな状態になるんで、こうやって全く連動しなくなるんですね。これはフリーブレーズが下のゾーンまで今38番の選手が追ってますけど、そうやって早い状況でもプレッシャーかけるようにして整う前にやってたので、こういった形で
簡単にエントリーできない、セットアップできないっていう形になってます。平野佳郎選手パックコントロールできるんでプロテクションできていくんですけど、なかなかうまくセットアップできない状況がずっとこの試合続いてました。でグリッツディフェンディングゾーンですね、まあ、相手の攻めからこう攻守の切り替えになった時に平野佳郎選手前のディフェンスとギャップコントロールが合わない状態になった時に自分で奥深くまでダンプインをしてパックを取りに行くっていう形になってます。自分が先にコーナーにパック放り込んでも触れてるのでチャンスに結びつきます。でこういった形で今日の横浜グリッツはシンプルなホッケーではあるんですけど、自分たちがパス出せない状況、詰まってる状況とかであれば奥に放り込んでシンプルに自分たちのその、リスクを背負わないでシンプルなホッケーを心がけると今日もう少し良くなるのかなと思います。次グリッツニュートラルゾーンの、リグループオープンパスになるんですけど、ここからオープンパスになってエントリーします。でもこの松内選手中にさっきも放り込んでシンプルなホッケーって言ったんですけど、あの通るか通らないか 50-50 ぐらいのパスで通してしまうんですよね。でこうやってすぐ、攻めにつながらないで、大ゾーンから出てしまって、またグリッツのディフェンスの選手がフォワード走ってるフォワードのパスコースを探すんですけど、それのディフェンスとフォワードの間が大きく空いてしまうんでなかなか間延びしてパス出せない状況でになってました。とにかくニュートラルゾーンっていうのはスピードに乗ってエントリーできるようにしたいんでこうやって探してるんですけど、フリーブレイズは、1-3-1っていう形でトラップ引いてます。ブルーラインをコントロールしてブルーラインでスピードに乗ってエントリーさせないようにする戦術を取ってるんですけど、今までグリッツが対戦相手に、やってたことをフリーブレイズが逆にやってた感じになってます。でこのグリッツがオフェンスゾーンのブルーラインぐらいでフォアチェックが成功してパックを拾えた場合ですね、ルーズパックを拾えた場合はこういった形でか、トランジションって攻守が切り替わってチャンスになってるんで、フォアチェックのさっき 2-1-2 がうまくいかなかったとかいう話してたんですけど、それを、しっかりフォアチェックとかが機能し始めると今のようにチャンスに結びつきます。次グリッツディフェンディングゾーンニュートラルゾーンオフェンスゾーン攻撃スピードに乗って攻撃できるといい形になってます。今のように自ゾーンからニュートラルゾーンスピードに乗っていってパス出してシュートまでいければいい形で攻撃に結びついてます。次グリッツ PK ペナルティーキリングですね、1人少ない状況でパワープレイ、フリーブレイズのパワープレイ非常にファーストラインファーストユニットですねいい形になってます。で簡単にこうエントリーされてしまってグリッツのフォワードの選手がパックを見すぎたんですね、ここの状況で。で俺1人に対して3人がパックを見てる状況なんですけど、こうなってしまうとただでさえ1人少ない状況で相手が5人で多い状況ですよね。でそうなってあの守ってる方のグリッツの選手4人の方の選手は1人で2人見なきゃいけないシチュエーションとかがあるんですよ。でもこれを逆にこのフリーブレイズの選手に対して3人が行ってしまった場合は、誰かが絶対開くっていう形になってます。でこうやって、後ろから入ってきた選手を見失ってしまって結局失点に結びついてるっていう形になってます。なので PK、まあ鹿島と宮崎っていうのが PK のスペシャリストとして出てきてはいるんですけど、横浜グリッツはそれが、まあ、なかなかこう普段の5対5の対表時間がなくて、なかなかリズムが作れない状況ではあるので、そういった形で、まあ、リズムは作りにくいのかなと思うんですけど、こういった、まあ、判断ミスが、パワープレイヤー1人多い状態ですね、フリーブレイズの1人多い状態になると、失点に結びつくっていう形になってます。なのでやっぱり PPPK っていうのはすごく大事な要素になります。で対してですね、横浜グリッツのパワープレイ何回も言いますけどパワープレイがダメだったっていう話なんですけど、こう裏でセットアップしてフリーブレイズ1人この低い状態までプレッシャーかけに来るんですよね。で横浜グリッツは本来この後ろにパックを落としてスピードに乗った選手にエントリーさせたいんですけど、この後ろからバックプレッシャーかけられるんで落とせない状態になるんですね。さらにこの、47番の篠原選手いるんですけど、これをアングルかけてボードサイド側に全部パックを、
追っていきたいようにします。なぜかというと逆サイドの大きく空いた広いスペースを使われてしまうと簡単にエントリーされてセットアップまでされてしまうんで、こういった形でボードサイド一つの方向に絞って、うまく形を作らせないっていう形を取ってます。でこれ不用意にハンドリングで仕掛けて取られてしまってすぐ出されてしまうという形になって2分間簡単に時間経過してしまうという形で横浜グリッツ昨日は全然うまくいってなかったです。こうやってハードプレッシャーで苦戦って書いてあるんですけど、本来だとここまでプレッシャー来ないんですよね、PK って。でもグリッツが人員が整うまでパックコントロールしようとするので、その人員が整う前にフリーブレイズはプレッシャーをかけてやりたい形をやらせないっていう形にしていました。ただこの平野佳郎選手パックのキープ力あるんで、持ってって大ゾーンまでちゃんと入れるとこうやってセットアップまでできるんですよね。でセットアップするんですけど、結局この横浜グリッツってディフェンス2人の外国人と平野佳郎選手っていうのが、シュート打てる選手なんで、そこにシュートを打たせたいんですよね。でもフリーブレイズの守る方っていうのも、もうそのトップ上の方の3人で作りたいっていうのも分かってるんで、しっかりそれに対してデータ分析してアジャストするっていう形になってました。で唯一これが横浜グリッツのいい形でワンタイマー、平野佳郎選手が最も得意としているワンタイマーで打つ場面にはなってるんですけど、でこれが取られてしまったんですけど、これが理想の形っていう形に、やりたい形っていうのがこういった形になってます。でこれグリッツパワープレイからコントロールブレイクアウトしてパスカットされて失点っていう形になってるんですけど、パワープレイ明けですね、パワープレイがもう終わるタイミングだったんですね、今裏からパス出すときに。でそれがディフェンスの選手気づいてなかったのかもしれないですけど、このペナルティーボックスら辺にパス出してしまってパスカットされてターンオーバーという形になってます。実質もうこれはパワープレイでの失点って言っても過言ではないと思うんですけど、こういった形でパワープレイなのに2失点してしまう試合では絶対勝てなくなります。はい、これテレビでも出しましたけど、パワープレイで2失点って、スコアシート上は EQ ってイーブンな形にはなってますけど、もうほぼパワープレイで失点してるのと同じ状況になってます。でグリッツオフェンスゾーンの状況判断っていう形になるんですけど、こういった形でディフェンスピンチに行ってしまうんですね。ディフェンスピンチってこのボードサイドに渡った選手に対して詰めていくんですけど、アグレッシブに。でこれを言ってしまうとディフェンスの後ろってもう背後に守ってる選手がいないんで、一気に数的不利な状態に2対1になります。でこれスライディングかけて、2対1パス出させないような状況にはしたんですけど、ああやってディフェンスが、判断ミスをしてしまうと数的不利な状況になります。なぜかというとディフェンスは背後にはもう守ってる選手はいないので、そういった意味でも状況判断というのは非常に大事になります。次グリッツまたパワープレイのコントロールブレイクアウトになるんですけど、フリーブレイズのフォワード低い位置まで追っていきます。でこれキーパーゴーリーとディフェンスの選手のコミュニケーションとかの問題にもなるんですけど、ゴーリーどっちに出していいかちょっと判断分からなくて、これは違うか、すいません。でこれグリッツこう今ディレイって後ろにパックドロップ後ろに落として、この走ってきたスピードに乗った選手につなげたいんですよね。でそれをフリーブレイズは封じるっていう形でやってます。はい、でも綺麗にエントリーできなくて結局オフサイドで終わってしまうっていう形になってます。なのでエントリーも全然うまくいかないし、中でもバラバラ、これもそうですね、行くんですけどさっきみたいにディレイしたいんですけど、一人で持ち上がっていって、オフェンスゾーンまで入っていくんですけど、結局相手に取られて出されるっていう形になってます。全くいい形にできない状況が続いてました。でさらに、今ゴーリーの選手が、後ろの選手ですね、ゴール裏にいるディフェンスの選手に出すのかどうするのか迷ってしまって、中途半端にパックを出してフリーブレイズの選手に拾われて、フリーブレイズ1人少ない状況なのにチャンスになってます。でこれパワープレイで1人多い状況でこういう状態になるっていうのは、非常に良くない状態です。こうやって自動まで持ってパック持っていかれてパック出されて時間が経過していくっていう形になってました。
でグリッツ5対3のパワープレイもあったんですけど、まあ、そこでも決めれませんでした。まあ、何度もパワープレイパワープレイっていう話するんですけど、この外国人いて1本15秒しかなかった中で1本シュート打ってチャンスになってさらにゴール前の状況になってはいるんですけど、まあ、これも確かに平野由伸選手空いててパス出したんですけど、まあ、これ、フリーブレイズの守っている佐藤翔選手真ん中にいるんですけど、ちゃんとパスレーンに、いてパスカットしてパックアウトしてます。まあ、こういった形で1人多い状況、2人多い状況で横浜グリッツが得点できないと試合を有利に進めることもできないし、結果的に勝つこともできないっていう形になってます。これもそうですね、自ゾーンから、コントロールブレイクアウトしていくんですけど、フリーブレイズの選手この後ろにドロップするフリ、横浜グリッツがドロップするのを分かってるんで、ディレイのプレーをするのを分かってるんで、バックプレッシャー後ろからプレッシャーかけていくようにしてます。これはもう試合中ずっとでした。はい、でグリッツも1人が、オフェンスゾーンに入っていくんですけど、ギャップコントロールですね、相手との間合いをしっかりフリーブレイズのディフェンスにコントロールされてしまうので、いい形でエントリーできなくてパックコントロールできなくてパックアウトされてしまうっていう形にはなってます。あ、今パックアウトはされてないんですけど、でこれ、フリーブレイズの守りPK の守りなんですけど、この、人里選手が、今ここにいるんですけど、この選手どういう風に守るかというと、この27番のアレクセス選手にパスを出させないように守ります。でこれを、真ん中のこのアレクセス選手からシュートを打たれてしまうと、失点する可能性が上がるんですね。っていうのでアレクセス選手に渡されてしまうと、この平野雄志郎選手にもパス出せる状況になるんで、この人里選手がアングルをうまくかけてパスを出せないように、コントロールします。はい、これ見てほしいんですけど、インサイドからアウトサイドに向けて、パスレーン切っていくっていう形になってます。こうなると単発でシュート打って全くいい形にならないっていう状況になってます。グリッツはもうやりたい形っていうのはあるんですけど、それをグリッツに関しては本当にやりたい、で走ってる選手にパスがつながってニュートラルゾーンを突破していけると、このようにチャンスになってきます。はい、なので守備から攻撃へのトランジションですね、ブレイクアウトっていうのが非常に大事なんです。ブレイクアウト攻め出しですね。グリッツオフェンスゾーンフォアチェックからパスミスっていう形になってるんですけど、中にダンプイン放り込んでフォアチェックかけます。で1人チェックしてルーズパック作っていい形でパックコントロールできました。でそこからここでターンしながら出すんですけど、これの精度が悪すぎて相手に取られます。まあ、これが、まあ、例えば通らないような状況なんなら、しっかり自分でターンしてパックコントロールして味方のサポートを待ってスイッチとかスピードに乗ってる選手にコーナーでつなげていくっていうことをやらないと、あっという間にパックを取られて、オフェンスゾーンですねから出てしまいます。でさらにこのディフェンスの選手がもう3ピリで2点差攻めたいんで、ピンチってこのフォワードに 50-50 で取れるか取れないかの場面でも行ってしまうんですよね。でこれ行って抜かれてしまうと、一気にブレイクアウェイ1人抜け出した状態でシュートまで行ってます。これが、今スティックギリギリ届いたんで良かったんですけど、あれを切り込まれるってドライブって言うんですけど、サイドから切り込まれてゴールを、狙われてしまうと反則にもなる可能性が高くなりますし、ああいった形で、これ松渕選手、ギャップコントロールですね、相手のディフェンスとの間合いが、自分に有利な状況じゃないんですけど、そこで仕掛けてしまうんですよね。で仕掛けてしまってパック奪われてターンオーバーというかカウンターアタックになって、それの可能性がすごい低い状況で、さらにディフェンスの選手がこの奥深くまで入ってしまうと、守る選手がいなくなるんですね。これ見てほしいんですけど、オフェンスゾーンに低い位置、ハッシュマークって、ドットって言われてるこのフェースオフ落とすところよりも中に4人入ってるんですよね。でこうなるとこの選手が空いてるフォワードの選手を探しながらパス、ストレッチパスでロングパスですね、長いパス出すんですけど、しっかりそれがつながらなくてアイシングっていう形になってます。
またコントロールブレーカーですね。でブルーラインで、これフリーブレーズ、サイドに追っていきたいんですね。これ真ん中のゾーンに入ってこられないようにアングルをかけてボードサイドに、押し出していくっていう形になってます。さらにこのブルーラインですね、アイスホッケーっていうのはオフサイドがブルーラインでコントロールされて、パックが先にブルーラインを通過してから、体が、通過しないとオフサイドになるんで、そういった形でブルーラインを味方につけるっていうことをやってます。でダンプインして、サイドに、ボードの方に押し出されるようにプレッシャーをかけられてしまうんで、ダンプインって中に入れていこうとするんですけど、アウトオブバーンズ、パックが、ベンチにの中に入ってしまって、うまくちゃんとコントロールできないっていう形になってました。はい、そうですね。はい、といった形で、まあ、簡単ではあるんですけど、まあ、フリーブレイズと横浜グリッツ昨日の試合の、データ解析っていうのをやりました。で大きく分けて、あ、ちょっと待ってくださいね。あれ、ちょっと待ってくださいね。で両チーム昨日やってた守りの戦術っていうのがあるんですけど、まあ攻めていくオフェンスゾーンの戦術、ブルーラインとブルーラインの真ん中にあるニュートラルゾーンの戦術取ってます。これはなぜかというとアイスホッケーの場合は内側で失点する確率っていうのが上がるので、その内側を守るようにしていました。だからどちらもアグレッシブではないんですけど、アグレッシブとか言うんですけど、フリーブレーズの方がどちらかというとそのアクティブに、パックを、グリッツの選手がちゃんとコントロールできないのを見計らってアクティブに、プレッシャーをかけるっていうこともやってました。なので、まあ、総括的に見てもフリーブレーズの方が克服してこないとなかなか勝つことは難しいかなと思います。ただですね、昨日の教訓っていうのは必ず今日に生かせれば今日は勝つチャンスは僕はあるんじゃないかなと思います。やった戦術、結構引いて守る戦術を取ってたんですけど、ああいった戦術をグリッツが例えば 2対0で勝ってれば、そのフリーブレーズが昨日やってたような戦術を取ることができるんですね。そうなるとすごくやりやすくなるんで、そういった形で先行逃げ切りですね、グリッツに関しては先行逃げ切りで行きたいっていうのが一番あると思います。あとはパワープレーの精度とかが良くないというか良くなかったんで、グリッツに関してはそれが今日の試合でちゃんと修正できているかっていうのが非常に大事になります。パワープレーで2失点してしまうと試合に勝つことは絶対できないんで、そこは絶対修正しなきゃいけないですし、さらに反対にですね、フリーブレイズはパワープレーの成功率、ファーストユニットの成功率っていうのが高いんで、不用意な反則をしてしまうと、失点に結びつくっていう形になってます。なので、無駄な反則は絶対に控えるっていうのが大事になると思います。まあ、そういった形でですね、まあ、いろんな細かい状況が重なって徐々にこう点数差が開いていったりとかするので、まあ、そういった細かいことをどんどん良くしていければ今日横浜グリッツが初勝利、歴史的初勝利も可能なんじゃないかなって個人的には思います。なのでですね、見てる方の皆さんもぜひ横浜グリッツホームで